もですね、経済成長を人口動態でするのこれを見てするのかと、今の、人口動態が、投資の可能性とどうつながっているのかということですね。人口動態の変化と、今後ということなんですけれども、当然ですね、今きれいな三角のピラミッドですよね。平均年齢が23歳ぐらい、日本は倍の46歳以上、で若い世代が多くて、要は高齢者を支えるっていうきれいな三角ですよね。でこれがもちろんですね、だんだんこういびつな形になっていて、こういう日本だとこう、なんて言うんでしょうね、こう壺みたいな形になってるんですよね。で真ん中の方が、ちょうど真ん中ぐらいがこう横に膨らんでるような感じで、その膨らみがだんだん上に上がっていくというのは、基本的には経済成長しながら人口動態が変化していくって感じなんですけど、ゆっくりとフィリピンもちろん続くんです、そうなっていくんですけども、これが長いんですよね、フィリピンの場合。その時間がかかるってことですね。なので経済成長を長くしていけるってことですね。で海外移住の、したい方